タンケルムと信者たちタンケルムは12世紀初めのフランドルの放浪説教者。教会を攻撃し大勢の信徒を集め事故を神格化させたネーデルランド出身。修道士でフランドルのロベール博の提身として同博の司教区を再分割する計画2110年頃に加担したが計画は失敗した。1年後にロベール博が死ぬと認可の説教師として ユトレヒトやアントワープの司教都市を中心に、オランダ、ベルギーの町々で、巡回説教して回った。群衆相手に、教会の腐敗を攻撃した説教をはじめ、救済はそれを授けるもの、の神聖さと、苦毒に一挙しているから、司祭から秘跡を授かっても、無意味だとし、十分の一税も批判した。そして、自らをキリストと、同程度の精霊を有し、 同程度に神であると主張した。神な服を身にまとい、武装した護衛に守られながら、数千人の神徒を従えて巡り歩き、ミサを妨害したり、人々の前で、聖母マリア像と婚約式を挙げた。自分が水浴した後の水を、信者たちに分かち与え信者たちはそれを聖なるものとして、崇拝したり、飲んだりした。当時この地域は干拓と堤防の構築による、開墾。 牧羊と羊毛工業で人口が増加したため古い観念は、動揺し新しい理念の受け入れに容易な都市的環境だった。1115年、彼を憎む一司祭に頭を殴打されて死亡。死後も民衆や一部の聖職者に影響を残したため、教会は払拭に苦労した。ありがとうございます。